UFO ですね、 UFO, UFO、はい、の話をね、はい、ちょっとしたいなと思ってるんですよ。なんかニュースありましたね、そういろいろいっぱいあるんですよ。ありました、ね、UFO のニュースが、はい、ニューズウィークがね、はい、こんな記事出してたんですよ、ラスベガスで目撃された宇宙人の正体、驚愕の映像が話題にと。へー、こういうタイトルのことをね、英語でね、クリックベイトって言って、クリック、あの、餌みたいなもんで、クリックさせる餌みたいな、めっちゃ見たくなるじゃないですか。まあね。驚愕の映像って言われたら。うん、動画をね、お、持ってきましたよ。それが、まあ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 見てください。さすが山田さん。ということなんですよ。わかんないですね。しかもね、これスパニッシュの何言ってことか、スペイン語で何言ってことかなんですけど、とりあえずラスベガスで、はい、まあ、宇宙人がここの庭にいたって話、いたって話なんですよ。どこに？いない、わかんないでしょ、うん、で、わかんないですよ。なんですか？いや、ただこの記事ではこれがすごい話題になってるんですよ、本当に。はい、アメリカでも。どこにいるで、どこにもいないんですよ。え、コマ送りで見たらいるとかじゃなくて？で、コマ送りで僕も見てみましたけども、はい、いない、わかんないです全然。ある若い10代の男の子の家の裏庭なんですよ、はい、で、ここに多分ここの辺になんか緑っぽいの映ってる、その辺のこと言ってるのか、はい、その奥にいるのが言ってるのか分かんないんですけど、とにかく自分の家の裏庭にこう現れたと、こういうのがね、うんうんうん、っていうことをこれから言ってるわけですよ、はい、そしたらその同じタイミングか何かで別の警察の、うん、今みんなつけてますからね、ボディカメラを、はい、ボディカメラに、で、これ別のことをなんかお話をね、別の場所でされてる時に映ってしまったもんなんですよね、はい、うん、音ないの？音ないぞ。あ、あ、あ、っていうことなんですよ。これは警察が出してるんで、これ作りようがないんですよね。で、隕石じゃなくて、まあ分かんないですよ、だから、ね、で、これともう一個実は監視カメラの映像もあって、はい、うん、はい、で、これはね、音声聞かないとダメなんですけど、で、落ちたんだと。なんか、あ、これが落ちた音だって、さっきのね、さっきのが、うん、で、多分この辺が全部時間リンクしてるということ で、うん、で、これがまあ警察、ラスベガスの警察から発表されてると。うーん、それで受けて多分落ちた先がここなんですよね。あ、そういうことですか。そういうことなんですよ。あ、そういう時系列ね。その奥になんかいそうでわからないですね。でもこれがニューズウィークの言うところの驚愕の映像だと。驚愕では、どこが驚愕なのかっていう気がするんですけど、他にこれ今のところ何か映ってたかもしれないですね。ね、なんかいるんですかね。光ってましたね、今ちょっと。でもこれじゃ分かんないんですよ。っていうのはまだもう一個あるんですよ。まだある。はい。はい、で、もう一個は、うん、これをビデオ撮った10代の少年が、はい、これを撮った後にすぐに警察に110番通報してるんですよ。はいはいはい。で、その時のやり取りが警察から発表されてるんですよ。で、これ、これなんですけど、はい。Okay, what's going on over there?どうしたの？ Okay, lady. Me, my dad, and my father, we're working on a truck in our backyard, and we have a big lot. トラックちょっといじってたら、Okay. We're working, and we just see in a corner of our eye something fall down from the sky. なんか落ちてきた、空から。で、すごいこうエネルギーみたいなもの感じたって。機械かなんかわかんないけど、でかいものが落ちてきたんだと。で、中に一人いて、外に一人いたと。ね、彼らは 100% ヒューマンじゃない、でかい目、でかい口持ってて、落ちてきた機械みたいなでかいものがあって、うん、中に1人いて、外に1人いて、身長3メートルぐらいと、うん、のがいるというのを、これ110番通報してる、その音声そのままなんですよ、これ、うん、その時のね、うん、それだけなんですけどそいつが言ってるだけですからね、今のところね。そうそうそうね、さっきの動画もだからどこまでか分かんない、うん、これが今ちょっとかなり話題になってるんですよ。なるほど、これが話題になるということはやっぱり皆さんやっぱ知りたいわけですよ、その 何があったんだという方、うん、信じます、いう方、うん、
は経験上信じられなかったな。経験上ってどういうことですかそれ。はい、いろいろあってね。はいはいはい。とはいえですよ、今アメリカ政府もね、はい、ちゃんとこれ公表しろとかってやってたり、うん、トランプ政権も出す出さないって言って出さないままで毎年なんかそんな言ってますよね。そうずっと言ってるんですよ、うん、ね、議会でやれとか、うん、まあ、ずっとやってて機密情報解除しろとかやってるんですけど、まあ、出さないということで、うん、まあ謎のままの方が楽しいんじゃないかという、もしかしたらそういうプレーなのかもしれないんですけどね。まあ UFO って言いながら別に未確認飛行物体なわけですよね。そういうことなんです。宇宙人とは誰も言ってないわけですよね。そうそうそう。でも今の人は3メートルの明らかに人間じゃない人がいたって言ってるんですけど、2人もね、今の人はね、おっしゃる通りで、あのバルーンありましたよね、ビューッと中国から飛んできたアメリカの、はいはい、あれと同じで、要するに自分たちの領域に何か未確認のものが飛んできたら、これは国家安全保障上問題だからということ で、ね、これはやらなきゃいけないと、うん、でこれを踏まえてですよ、はい、今更ながら日本の政府がですね、こんなことやってるわけですよ、これ、はい、UFO 対象議論超党派の議連ね、うん、議連、うん、設立と、はい、浜田、あ、ま、誠一さん、誠一さん会長の世の中には分からぬことがいっぱいあると、ね、なんとも刺さらないコメントです。記事ちょっと見るとこういうことですね、あ、はい、未確認飛行物体を含む未確認異常現象を、安全保障の観点から、まあ、議連がね、はい、立ち上げてやりますと、はい、でメンバー80人と、ここでね僕ペッと目についたのが、はい、ここですね。あら久しぶりに、お、しんちゃん、ね、小泉しんちゃん久しぶりに何やってたと思ったら幹事長、そう幹事長やると、ああそうなんですか、だからがっつり関わってくるわけですよね。へえ。で宇宙人調べる前に自分宇宙人じゃないかってずっと言われてきてるじゃないですか、これコメントなんですけど彼の拾ってきましたからちゃんと別に、ね、そうそう宇宙人、ね、そう宇宙人あんたなんじゃないかっていうね、気候変動のような大きな問題は楽しくかっこよくセクシーであるべきだってね、かっこいいじゃないですか、ね、それはどういう意味かと説明すること自体がセクシーじゃない、確かにね、でもこれはちょっとかわいそうですね、確かにそういう会話の中でのあれでしたね、その外国の方との。でも軽いよな、軽いですよね。私の中で30年後を考えた時に30年後の自分は何歳かなと発煙直後から考えてる、退院後リモートワークができているおかげで公務もリモートできるものができたというのはリモートワークのおかげですから非常に深い、何途中からも何言ってるか分からないすいませんね。プラスチックの原料って石油なんですよね、意外にこれ知られてないケースがある、知ってるよ小学校で習いますからねそうなんですよ。ただね小泉さんね、うん、何やってんの最近って、全然話変わっちゃいますけどね、 UFO とこの人ねガッツリアメリカなんですよ、実はみんな思ってる以上に。何なんすかガッツリアメリカってガッツリアメリカにねグッと握られてるんですよ。ああそうなんですね。そうですよ、彼の多分考え方の根底にはアメリカの知日派の人たちの、うん、影響がかなり強くて、これ論文とかね、彼 CSIS にいたんですけど、はいはい、あ前やりましたね、はいはい、でこれ全部論文一緒にやってますよね。お父さんもとよく言われますよね、アメリカ日本をアメリカに売った男だみたいな、まあ、だから竹中さんがいてね、郵政の民営化して、はい、っていうことなんで、うん、まあそれは多分そうでしょうっていうか、っていうのはやっぱ国益を考えた上で、うん、アメリカのこのタイミングで、どのタイミングか分かんないですよ、いろんな歴史のタイミングがあると思うんですけど、そのタイミングでアメリカの言うことをこの場で聞いといた方がこちらで得することもあるっていう、そういういろんな計算が動いてるんだと思うんですよ。でも基本的に日本の総理って親中か親米かがこう交互に来てる、ね、まあまあそうですよね、親中な感じは小泉さん全然ないですよね、うん、アメリカですら2015年ぐらいまでは中国に働きかけをすることによって、あ、間抜けな政策ね、うん、そうオープンにしてもらおうと思ったわけですから民主寄りな国にしていこうとしたっていうのがあるわけですから、それはまあどっちもそうですよね。ただねごめんなさいこうずれましたけど UFO の話ですよ今日は。何やってるんですか途中から小泉洋子の悪口になってまったから戻せ、はい、これねニューヨーカーっていうね、おう、これニューヨーカーってめちゃくちゃ人気なんですよ、向こうでもう知的好奇心高い人たちが読んでるんです。あ、そうですか。僕は MIT ってところに留学したんですけど、その時ね、はい、学生さん、はい、これ読んでる率めちゃくちゃ高かったです。あ、そうですか。みんなこれ読んでましたよね。多分あるんでしょう何か、まあ、工科大学の学生はこれ読んでましたね。なるほど。これ UFO に関するアプリが今ね話題になってるんですよ何ですか UFO に関するアプリ。要するに UFO の情報ってあっちこっちって本当のところが分かんない情報がありすぎるんで、はい、これから AI の時代ですよ、はい、テクノロジーを利用しようということで、うん、ここに書いてますエニグマ、エニグマラボ、はい、っていうこのねラボこのアプリを使って全部 UFO 情報を集めて審議を、はい、それこそフェイクニュースとか今言ってるじゃないですか、うん、それと同じようにあのいわゆるディープフェイクもそうですし、はいはい、AI で多分 UFO の映像も本当かどうか一瞬で分かるわけですし作れるし、うん、判定もできるわけですよ。なるほど。だそれを全部やっちゃおうっていう話ですよこれからはね。
そうなんですよ。でこれがまあこういうアプリなんですよね。これホームページがなんか動画になってこれクリックしたらダウンロードできちゃうんですよ、このアプリの。ダウンロードしてきて自分が UFO 見たらここに投稿すればいいんですよ、うん、っていうやつなんですよ。そうですよね。今じゃあリアルタイムでどこで発見されたとか全部わかるわけですよね、はい、はい、上のなんか面白くないですか、ニュースみたいななってますよね。お、なんだ、こうやってね、アプリこういうアプリなんですっていう、ほら YouTube こういう方向かも入れてる、こういう方じゃないかって投稿してくると、うん、ポイントも全部やってくれて、うん、そうすると本物だよ嘘だよって分かる。でそれがどのタイプの UFO なのかとかいろんなものを入れて、ほらこういうのね、あこれかと、これデータベースできるというものをね今やってらっしゃるんですよ。なるほど。だからまあこういうアプリも出てきてるし、うん、大きくあの AI とか出てくることによって多分宇宙人というもの、 UFO というものの謎が解けてしまうと思うんです僕は。宇宙人ではないという謎が解けてしまう、そう、UFO ではないという謎が宇宙人ではないないということがね、多分ほぼほぼ分かってしまうことになるので、でも本当に普通に考えて本当に宇宙人が円盤に乗ってきてるんだとしたらなんで接触しないんだよって思いません？そう、何してんだよって話してる。ちょっとなんかそうそう遠目から見てる。遠目からって何の意味があるんでしょうねって。やっぱ人類が何してるか見るんだっていうことなんでしょうけど、そんなの、ね、見てるだけのなんかわけがない。自分たちがそっち側の科学を持ったらそんなことするわけないじゃないですか、ね、まさにその通りですよね。なんかね、あ考えれば考えるほど 時代が進化すればするほど、うん、矛盾だらけなわけですよ ね、 やっぱりね、夢がなくなっちゃうようなこと、ね、そうそうダメですよ言ったら今信じてる人いるんですからダメですよ。これはだからこのアプリで審議を、そう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 なんですよ、はい、ただまあ、前も言ったかもしれないですけど、はい、宇宙人の遺体はワシントン州にあるというのは某元 CIA の人言ってましたんで、へ、ネバダ州にはなくて本当に宇宙人なんですか死体だっていうことらしいですよ。納得でも言えそうな気がしますけど、まあね、うん、ただちょっと噂によるとその方も CIA 時代にかなりちょっと やんちゃされたんで、やらかしてる人ですか。そう、やんちゃされててちょっと、ま、感覚がちょっとおかしくなってるっていう評判の人ではあるんですけど、はいはいはい、でもまあワシントン州にあると絶対に思うんですけど、こんだけ職員とかも CIA もいっぱいいてたった一人しか言わないわけがない確かにそうですよねいやでもいいですね、ロマンがあっていいじゃないですか。そういうことにしましょう。そういうことで、はい、僕は否定しません、宇宙は、はい、宇宙じゃない、宇宙を否定したらダメです。宇宙人は否定しませんし、はい、UFO も否定しませんけど、はい、ただ本当に安全保障という意味でちゃんと調べてくださいということは言いたいです、はいはい、ということで、チャンネル登録と、いいねボタンよろしくお願いします、はい、あと、まあ、概要欄にですね、質問も受け付けてますし、あとはニコニコチャンネルですね、角川のサイバー攻撃にも全く動じないニコニコチャンネル動いてますから、ニコプラスニコプラスがっつり動いてますんで、はい、じゃあぜひねクリックしてみてください、はい、ということでよろしくお願いします、はい、